ダイエットを始めてからどれくらいの期間で効果が見え始めるんでしょうか。どうも、小平学徒です。ダイエットを始めたらどれくらいの期間で効果が出るのかって多分全ての人が気になるところだと思うんですよ。まあ、いつ効果が出るかわからないと先が見えなくて不安になりますし、いついつまでに痩せなきゃいけないっていうタイムリミットが決まっている人であれば、どれくらい前からダイエットを始めたらいいのかは気になるところでしょうから、今回この話をしたのはこんなコメントを入れたからで、ダイエットを始めてからどれくらいの期間で効果が見え始めるんでしょうか。結論から言うと、早い人では1週間、遅い人でも1ヶ月で効果は見え始めます。まあ、ダイエットで効果が出始める期間って結構個人差があるんですよ。例えば肥満体型の A さんと普通体型の B さんでは、肥満体型の A さんの方が効果を実感するまでの期間は短くなります。まあ、太っている人ほど今の生活の改善点って多いですからね。ちょっと食事に気をつけたり、運動を始めるだけで簡単に痩せることはできます。まあ、それとは対照的に痩せている人ほど減量のスピードは緩やかになります。まあ、太っている人に比べて回転点は少ないですし、まあ、かといって早く痩せるために極端な食事制限をして健康を害するわけにもいかないので、まあ、緩やかといっても先ほど話した通り1ヶ月では効果実感できるんですけどね。体重もそうですけど、ウエスト周りが明らかに細くなるはずです。まあ、これ逆に言えば、ダイエットを始めて1ヶ月経っても体型に変化がないという場合は、それダイエットの方法を間違えているということになります。間違った方法をいくら続けても基本的に効果はないので、なのでその方法を続けて痩せるまでひたすら待つのじゃなくて、今やってる方法を見直して問題点を改善するようにしましょう。で、間違い方で多いのは、まず摂取カロリーの摂りすぎ、次にタンパク質も食べなさすぎで、最後に筋トレの負荷が軽すぎ、もしくは筋トレをやっていない、とかですかね。まあ、他にも原因は考えられますが、大きくこの3つです。で、自分のダイエットの何が間違っているのかいまいちわからないという人は、以前ダイエットの食事や運動について細かく説明した動画があるので、そちらを確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。その動画の内容と今の自分のダイエット方法を比較すれば、どこが間違っていてどうやって直せばいいのかがわかると思います。それでは最後に今回の内容をまとめます。ダイエットを始めたら早い人では1週間、遅い人でも1ヶ月で効果を実感することができます。で、これ逆に言えば、1ヶ月経っても体型に変化が見られないのであれば、それはダイエットの方法を間違えているということです。間違ったダイエット方法をそのまま続けても全く意味はないので、必ず今の方法を見直して問題点を改善するようにしましょう。これダイエットに限った話じゃないんですけど、目標の達成のためには正しい努力が必要なんですよ。いくら自分では頑張っている、努力したつもりでも、その方法が間違ってたら意味はないですし、目標も達成できません。ぜひ今回話した内容を参考にして、ダイエットの正しい努力をするように心がけてみてください。そうすれば必ず結果もついてくるはずです。